つけないんですね。メス2匹ですか、はい、それは卵つけないですね。こんな大きくてもあれ卵が入ってるんじゃないの。卵入ってるけどメスが2匹だもん。どういうこと。オスがいない。オスがいない。卵入ってるけど出ないの。オスがおらんかったら無理でしょう。そうです。え、ちょっとそうだけど、え、これ卵が入ってるんじゃないんだ。いや卵が入ってるよ。え、でも出ないの。いやだから メスだけじゃ無理でしょ。そっか、わかんないけど魚とかわかんない。ちょっとハテナなの。いやオスとメスじゃないと。いやでもお腹大きいけど妊娠してるのかな。卵は出るけど、うん、帰らない。無精卵。ああ、なかなか浮くでしょ。浮いてくれるでしょ、うん、本当だ。いい感じ。今これはという品種改良しているやつっていうのは今どこにはいますか。途中の段階。これは途中の段階見せていいんですか。やめます。モザイクかけます。いや大丈夫です。大丈夫ですか。はい、これはブラックラメですか。一応ブラックラメです。ほぼになる予定出してる。ヒレナガですか。ヒレナガです。ブラックラメの。はい。ブラックラメになってくると体色が黒くなりすぎて、ラメが消えてしまうんですけども、はい、なるべくそれがないようにと思って作ったんですけど、はい、今度は逆に体色が薄くなってしまいましたので、はい、次で、黒が体色がちょっと黒くなって背中にもラメがたくさん乗るように今してるところです。結構でもこれ完成度高いですね。いろんな黒ラメを掛け合わせてきました、はい、当初はあのオロチラメと、はい、黒ラメを掛けたんですけども、F、その時の F が、あれちょっと今喉に誰かいました、はい、この F にで、これは、またもう一度、はい、掛け合わせをして、はい、1種類、2種類、3種類、4種類。かなりラメ乗ってますね。はい。で、黒ラメも一部掛けましたので、はい。で、掛けたらこういう結果になりましたんで、で、それが、の F1 かな ?F1 からもう、ヒレナガが出たんで、はい。で、それを一緒に、あ、これはちょっと黒い感じですね。これいいなぁ。まぁ、ちょっとまだヒレが、綺麗なヒレになってないんですけど、もうちょっと体色を黒くしたいと思います。はい、これプレゼントに、じゃあ視聴者プレゼントで。いや、それはないです。ないですか、はい、あ、逃げちゃった。逃げました。あっち、これがね、はい。ヒレ長なんだよ。ヒレ長。ヒゲ長じゃない。言ってないです。滑舌がね、ちょっとね。すいません、いつもの滑舌が。滑舌ってますね。はい、滑舌ってますね。今日も絶好調です。絶好調ですって。これね、透明輪って言うんだよ。透明輪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 。輪。透明輪。透明輪。輪。よし。よしと。透明輪。漢字で書くとちょっと難しいですけど。で、透明。っていうじゃあ普通で、リンはあの魚の鱗、魚の色素が薄いですよね。Kさん、優しい。何だったかな。もっと厳しく教育してください。優しくされてます。ありがとうございます。これね、実はKが作ったものではないんですね。メダカの館さんから購入したんですね。はい。どうしても何ペアでした？はい。あ、2ペアいました。2ペア。はい。で、最初ね、デメの、はい、透明輪3色の、はい、ヒレナガ作ろうと思ってたんですけど、はい、冬場ちょっと加温でちょっとボイルしてしまって、あれ？得意技の？はい。ちょっとね、水温間違えまして。水温間違えた。水温っていうか、大変。加温を
何度になったんですか。わかりません。冬に、はい、なっボイルということは、ちょっと気温が上がった日があったんですよ。晴れたんですね、はい、2月晴れた時、はい、冬でも晴れたらハウス内は暑いです。30度以上あったと思います。あ、はい、30度以上わかった。30度以上30度以上外気温がちょっと聞いてなかったみたいです。聞いてます外気温が一桁の時でもハウスの中は30度以上だったんで、かなり黒容器の中に入れとったんでかなり温度が上がったと思うんですよ。でやっぱ暑さに慣れてない時でしたんで、あ、一気に上昇して、はい、干からびたボイルしたんですね。ボイルしたんです、はい、です。まあ、うん、そういう水温の変化、はい、高低差があると、はい、どうしてもメダカもついていけなくなって、はい、しまう。低いとこから暑いところもダメだし、その逆もダメで、なかなかそういうね、まあ、その水温の変化を一気にこう急激にしないために水量を多くしたりとかということも必要ですね。必要だと思いますね、はい、少なかったですか水量は。その時はだいぶ蒸発してましたね。蒸発なのでちょっと失敗しましたね。まあちょっとその計画後輩は失敗しまして、また次回、はいはい、今年頑張ろうかなと思います。頑張ってください、はい、頑張ってください、はい、頑張ります。またこれを使うんですか。使うと思います。また別の種類パンダを入れてもいいかなと思ったりもしたんですけども、じゃあパンダ入れて、はい、黒い部分を強くしたりとか、できるかなと思ったりもします、ね、そういう狙いがあるということですね、はい。まあ、大変マニアックなメダカにまた、はい、なっていただきたいと思います。なっていただく、はい、作ろう。いいですね、いいですね、はい、思います。またできたら見せてください。はい、何年先になるかわからないです。何年先難しい、ね、大丈夫です。2年後です。今年ボイルは何回もやりましたか。あと今年は2回やってます。2回、はい。何月頃にボイルを。最初は2月、さっきの2月の時と、はい、3月の終わりぐらいですかね。意外と暑かったです。何匹ぐらい。そうですね、親種のメダカなんで、はい、かなりの数でしたね、はあ、20匹ぐらいですね、かなり。でそれでいい親を使って、はい、あの今年のまた夏場に結構頑張って F を取ろうかなと言った時にボイルしてしまったんで、被害総額はズバリ10万円ぐらいじゃないかなと思う、はあ、いや結構な価値がある。一度で死亡した。あれは、まだメダカを飼い始めて1、2年の時ではないかなと思うんですけど、はい、あの、当時スモールアイのダルマっていうのがあったんですけど、最後、よし、なんだろう、ダルマだったんですけど、あれがいいメダカだったんですよね。1匹10万円ぐらいした時ですか。近かったですね。そういう、ね、うん、時代があったけど。うん、あれですね。平成のそれは大惨事ですね、それが一番最初の大惨事ですね。一番最初ので毎年大体大惨事がありますね。これちょっと気をつけていただきたいですね、冬の花粉と。ハウスっていうのはメリットもあるけどデメリットもあります。めちゃめちゃあるんですよね。めちゃめちゃあります。みんなハウスをやりたがるんだけど、実はハウス難しいですよね、はい、管理が。特に私働いてるんで、はい、日中とかあのハウスとか暑くなって風通しを良くしたいなという時もなかなかできないんで、その辺はやっぱり朝の天気予報をよく確認してから仕事に行くということですね、はい、でそれで熱対策、寒さ対策をやっていけばうまく管理はできるんですけども。あっち聞いてた。聞いてます。聞いてメモってます。2月3月危ないですね、油断するんだもんね、また気温が急に上がったりすることがある。そうですね、寒暖が、もう春の方向に向いてくるんで、はい、やっぱり気温が1桁台だったのが2桁台になっていくんですよ、
ビニールハウスって結構、結構気密に建てられてるんで、はいはい、それが温度を上昇させる原因となるんで、はい、日よけをしっかりする対策もしないといけない時もあるんですよ。はい。じゃあ難しい。難しいです。非常に難しい。はい、ですので、はい。天気予報はよく見て、はい。家にずっとおる人であれば、まあ簡単ですけども、はい、やっぱそういう、まあ、室内でも乾いてる人でも結構そういう気温上昇っていうのはあると思うんで、やっぱり気をつけてもらいたいと思いますね。はい、わかりました、うん。ちょっと水の量多くしてあげるとか、はい、日差し、日よけをしてあげるのもいいかなと思いますね。はい。はい。